どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで本日月曜日ガチャ更新が来まして、こちら S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト、さらにはグレードアップスカウトがやってきましたね。というわけで今回こちらの動画では、この上の S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトを引いていきたいなと思います。はい、というわけでございまして、僕はですね、プロスペースの中でこのガチャが一番の神ガチャであるというふうに思っております。やはり限界突破をどれだけしっかりと進めていくことができるかというのが、プロスペースでは最終的には非常に大切になってきますので、そういった意味で10連でこの S ランク限界突破コーチっていうのがもらえるこのガチャは、実質自分が欲しい S ランク選手が引けたのに近いような感覚があるのかなというふうに思っております。というわけで、無課金でこの S ランク限界突破コーチ10連スカウト引いた方がいいですかっていうコメントよくいただくんですが、個人的にはプロスペースの動画を見るぐらいプロスペースをね、ガチにやっていこうと、初心者の方であっても無課金の方であっても、これからガチにやっていこうと思っている方であれば、エナジーがあるのであれば、この S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトに関しては引くことをおすすめしたいなというところでございますね。はい、というわけでその前にですね、そのガチャを引いていく前にですね、本日はグレードアップスカウトもやってきておりますよということで、こちらの内容も確認しておきましょう。今回もピックアップ形式になっておりまして、最近流行りの2019シリーズ1、始まった当初から登場しているポジションの選手がピックアップされておりますよと、今回は中継ぎ投手ですね。これで先発、中継ぎ、そしてショートとピックアップが来ましたので、おそらくライトも、いずれ近日中にピックアップが来るんじゃないかなと思います。鈴木誠也選手とかもライトにはいるので、その際はですね、鈴木誠也選手欲しい方なんかは狙った方がいいんじゃないかなというところですね。はい、というわけで今回の S ランク中継ぎ投手を確認しておきますと、西武が野田投手ですね。はい、球威73の球威型になっておりますと、変化球の数が全部で5つですね。はい、西武純正の方はね、ぜひ手に入れておこうというところですね。そうですね、こういったタイミングでのピックアップなんですが、早くレフトの追加も来てほしいなというところではあるんですけれども、やはり純正作ってる方とかにとってはこういうピックアップって結構嬉しいものだと思うので、そうですね、純正の方にとっては結構美味しい、このね4ポジションのピックアップだったのかなというところでもありますね。はい、続きましてソフトバンクが石川投手でございますと、球威75の球威型ですね。オール B っていうのが非常にいいと思います。そして先発も中継ぎも適正が S で、球種も最低限5つ持っておりますよと。ストレートも A というところで、今回の中ではかなり期待できる選手なんじゃないかなというふうに思っております。で、続きまして日ハムがクモン投手ですね。クモン投手は、人によってはゼガヒでも欲しいという方がいらっしゃるかもしれません。やはり球威制球同値っていうのはなかなかいないので、ここまでうまく使えてるという方にとっては喉から手が出るほど欲しい選手かもしれませんね。はい、で、続きましてオリックスが黒木投手でございますと、球威73の球威型ですね。個人的にシルエットミキサーで極みで手に入れたので、ぜひ、今後ですね、変化球の数とかが増えていってくれると嬉しいなというところではあるんですが、そこは急には望めないか。はい、で、続きましてロッテが田中投手でございますと、球威77の、ごめんなさい、制球77の制球型ですね。はい、で、中継ぎ適正のみ S となっております。で、楽天が青山投手でございます。球威76の球威型でございますと、青山投手に関しては、球種が全てで7つありますので、そこが素晴らしいと思います。で、続きましてセ・リーグに移りまして、カープがアドア投手ですね。はい、球威75の球威型でございますと、こちらも適正 S は中継ぎのみといったところでございます。で、続きましてヤクルトがハフ投手でございますと、制球74の制球型ですね。はい、先発中継ぎ適正が両方 S でございますと、今回ちょっと3球種のピッチャーが多いかなというところですね。超変幻自在のことを考えると、3球種、1人ぐらいいても他が多ければ問題ないんですが、基本的には結構厳しい球種の数なのかなと思っております。で、ジャイアンツが吉川投手でございますと、球威70の球型ですね。はい、先発中継ぎが適正 S でございますと、吉川投手も球種が7個というところが非常にいいと思います。で、 DeNA が三上投手ですね。はい、この三上投手は球威が77でございまして、称号で球威 A 狙いますので、そこが素晴らしいと思います。はい、で、続きまして中日が鈴木投手ですね。球威73の球型でございますと、この鈴木投手はどんどん能力上がってくるピッチャーだと思いますので、僕は A ランク、S ランク集めていこうと思っている選手の一人でございますというところですね。
はい、で阪神が能見さんでございますと、オルビ9位が76といったところでございます。先発適正は C になっているんですが、まあ、今回の中ではかなり強い中継ぎ投手かなというところですね。はい、というわけで、まあ、純正作ってる方はですね、エナジー余裕ある方はぜひ引いておいた方がいいかなというところではあるんですが、あとは今回の注目選手としてはやっぱり、9位請求同地のクモン投手とかっていうところが上がってくるのかなとは思いますね。そんな感じでございますと。はい、というわけで S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト引いていきましょう。 A ランク以上の自チーム選手1人確定がありますので、ここはそうですね、今回 DeNA でいこうかなと思います。 DeNA にしまして、東投手の A ランクをぜひ、狙っていきたいというところですね。はい、ちょっとですね、この間お知らせを完全に見落としていたんですが、なんと最強決定戦が来週の月曜日からやってきますということで、この1週間育成鬼頑張りたいなと思います。本当に今最強決定戦1位目指せるようなチームが作れると思いますので、まあ、今回はぜひ1位狙っていきましょう。ただまだね、現状だと1位は無理なので、この1週間はちょっとガチャとかね、気合い入れてまたミキサーとかどんどん動画出していきたいなと思いますので、皆さんぜひそのような動画も楽しんでいただければ嬉しいと思っております。いやー、マジで最強決定戦1位取りたいな。まあでも本当にもう今日スタートしても100位にはおそらく入れると思います。100どころか、まあ、トップ20ぐらいに入れるようなオーダーがすでに完成していると思うんですが、まあ、最低1桁できれば1位を目指すようなオーダーをね、ちょっと考えていきたいなというところですね。秘策も考えておりますので、またその辺はね、今週いろいろとお話ししていきましょう。というわけで、DeNA にしまして聞いていきましょう。お願いします。原突コーチはちなみに今5枚か6枚ぐらい持っておりまして、なので今回の、最強決定戦に向けてもう称号とかで使いたくても使っちゃおうと思っております。はい、それくらいガチにね、攻めていきましょうというところですね。なので今回何枚か使うと思うので、まあしっかりとまた補充しつつというところでね、やっていきましょう。はい、お、やった、外選手やった。これですね、外選手 A ランク、ちなみに今5枚持っておりまして、これで称号までつけられるようになりましたと。で、近日中に自チーム DeNA で、ミキサーを行おうと思っておりますので、その際に外選手が、メインで狙うわけではないんですが、引ければですね、メインはこのロペス選手を狙うつもりなんですが、引ければリーグオーダー入れようと思っております。はい、今パワー型の選手2選手を自由にちょっと変えられるという枠なので、まあそこにロペス選手と、ここにロペス選手と、ソト選手が入ってくれば非常にいいベンチワークにもなってくるのかなというところですね。はい、というわけで、限界突破コーチももらえたし、まずソト選手の A ランクもというところで非常にいい10連ガチャだったかなというところですね。というわけでございまして、今回 S ランク限界突破コーチ付き10連スカウトを引いたので、ちょっと S ランク限界突破コーチについていろいろとお話ししたいなと思います。というのもですね、まあ最近エキサイティングプレイヤーがこのプロスペース来まして、非常にですね、ダウンロード数が伸びたというお話を聞いております。ということで、まあ最近プロスペース始めましたという方もね、たくさん動画見てくださってると思うので、まあこの S ランク限界突破コーチの改めて重要性ですね、まあそちらはお話しさせていただいたところではあるんですが、ちょっと今日は舌が回りませんね。はい、S ランク限界突破コーチですね、非常に大切ということで、まあ、まずとにかくおすすめしたいのが、このスピストアですね、イベントを進めていくとスピメダルというのを、毎月たくさんもらえるんですが、ぜひですね、毎月ここでこの S ランク限界突破コーチを、交換しましょうというところでございます。プロスペースしっかりと遊んでいると、まあ、大体毎月そうですね、スピメダルに関しては6万以上溜まってくるので、毎月1枚必ずここは、交換していこうというところでございます。そうですね、本当に最近始めたばっかりですっていう方であれば S ランク契約書でもいいかもしれないんですが、長い目で見るとやっぱこっちがいいかなということで、そして長い目で本当に覇王とかを目指していくのであれば、最初はなるべく使わないで、ある程度オーダーが揃ってきた時に使っていくっていうのがいいのかなとは個人的に思っております。ただまず S ランク揃えたいという方であれば、全然こっちをね、取るというのでもいいと思うんですが、もうある程度 S ランクも揃ってきたよと、ちょっと何でも手に入ったら全部オーダーに入るっていう形じゃないという形になってくれば、ぜひね、この S ランク限界突破コーチを交換していこうというところですね。で、もちろんいろいろと忙しくてイベントとかが進められないっていう時もあると思うんですが、
まあ、累計報酬にこの S ランク限界突破コーチがついている場合は、まあ、必ずしっかりとイベントを進めていきたいというところだと思います。まあ、最近だとルーレットヒッターとかがそうだったんですが、まあ、そのようなイベントが来た際は、まあ、ぜひともですね、ここね、獲得していこうと、まあ、いうところですね。まあ、とにかく取れるときは取ろうというのがね、このアイテムでございますと。まあ、そういうお話でございました。はい。いやー、ちょっとね、昨日石川遼選手を18ホール、もう本当に真後ろから撮影させていただいて、ちょっとね、18ホールカメラマンやるというのが非常に大変なことはね、わかりました。もう今日は一日中ダウンしているんですが、まあ、ちょっとね、試練なんかも増しつつ今日はゆっくりしたいなと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。